おはようございます。それでは6日目やっていきましょう。で、今回は3問ですので、まず1回ね動画止めてぜひチャレンジしてみてください。では早速ね、私の方は解説やっていきますので、よろしくお願いいたします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は文章問題ですね。で、まず、縦と横の長さの比が1対2の長方形 P があります。で、この問題は長方形が3つ、 P、Q、R と3つ出てきて、で、最後にその P の縦の長さを求めたいんです。で、もちろん絶対っていうわけではないんですが、数学を解く上で求めたいものを X って置くのが基本的にはセオリー、やり方としてはね。だから今回もそれでいきます。で、図を書きながらいきましょう。特に図形が出てくる文章問題で、長い問題ね、ごちゃごちゃしててめんどくさそうだなって思う問題は、図を書きながら整理します。頭の中で全部処理しようとしちゃダメ、特に苦手な子はね。で、まず、P に関しては縦と横の長さが1対2なんですよ。つまり横の方が2だから2倍なのね。だから縦がこうなって、まあ、横がだいたい2倍ぐらい、まあ、もちろんフリーハンドで構いませんので、これが P です。で、縦の長さを X って置いたから、ここが X で、その時に横の長さは1対2ってことは2倍だから、横は縦の2倍で 2X ってこう置くことができます。まずここからスタートが切れるかが大事で、今ね 2X ってすぐ置いたけど、もし縦と横の長さの比がじゃあ2対3とかだとするじゃん。こうね、縦と横が2対3、そうすると、こっち何 X にすればいいんだろうって、もしパッと出てこない方は、今縦と横が2対3です。で、縦を X ってしてるから、左側こっちも縦を X って置いて、こっちに横を書きたいのね。で、今横がわからないから、まあ、例えば文字をわざと使って Y とかって置いてください。で、比の形、比例式っていう、比の式はで、中中外外で掛け算ができます。まあ、どっちかやっても構わないんですけど、じゃあ外外でいきましょう。 2×y で 2y イコール中中かけると 3x ですよね。で、今 y 横の部分を求めたいわけだから、 y イコールにしたいの、最終的には。じゃあこの2が邪魔だから2で割って、こっちに2分のがくっつく、つまり y イコール2分の 3x ってなるから、もしここが1対2ではなくて2対3になってたら、ここは2分の 3x と置くことができます。今それをね、ただ2倍だからって 2x って置いちゃいましたけど、いいかな、まあ、こんな感じでやってみてください。で、次に P のこいつね、縦の長さを2、横の長さを2、それぞれ長くしたのが Q です。長くします。だからちょっとね、下に入りきらないので、長くしてる感じが弱く感じるけど、ちょっと許して。これが Q です。で、大事なのはそれぞれ2センチ伸ばします。縦はもともと X なので、ごめん、2伸ばすと X プラス2です。横はもともと 2X なので、2伸ばすと 2X プラス2と、こうなります。これで Q まで終わりました。次です。じゃあ、P の縦の長さを2、横の長さを6、短くしたのが R です。今度短くします。だからこいつね、P から短くするんで、縦も短くなるし、横も、まあ、短くなる。まあ、こんななんないかもしんないけどね。R。で、縦から2短くなるから、X から2を引いて、X マイナス2です。横は6短くしてるので、もともとが 2x だから 2x マイナス6と、こうなります。で、残り最後は Q の面積。この面積はこの面積の3倍になりました。じゃあ P の縦の長さ、つまり x を求めなさい。つまり今も最終的にやりたいのはここです。 Q の面積は R の面積の3倍と、ここだけで式を作ります。すごい端折って書くと、Q は R の3倍なわけですよ、今。こうね。じゃあ Q の面積。これはもう長方形です。長方形は縦かける横でいけるので、縦かける横。つまり、X プラス2、あ、式までちょっと青にしちゃうと、あれだね、早送りした方がちょっとわかりにくくなるんで、赤に戻します。
x プラス2と、こっち 2x プラス2。まあ2で先にくくり出してもいいんですが、まあここで1コマいっちゃいましょう。で、これ Q の面積ね。Q の面積はって言ってるから和なんですもん。で、R の面積も同じく縦かける横でいけるので、x マイナス2、かっこ、2x マイナス6ですね。こう。の3倍って言ってるから、かける3をしてください。これで式が完成。あとはこれを頑張って計算ミスがないように丁寧に解きます。いいね。あとはもうこれ展開するしかない。で、公式が、まあ2を出せばで使えるんですけど、もし、カッコが2個なってて、あれ公式わかんねえなと思ったら全部掛け使いましょう。全部掛け。4回掛ければいいから。x と 2x。x と2。2と 2x。2と2って4回掛ければいい。じゃあいきます。x と 2x 掛けて、2x2 乗、ここで、2x プラス 4x プラス4と。で、ここはですね、まず、カッコ展開が先です。かけた後にかける3をかける感じ。だから、ここの展開ちょっと上にやっちゃいましょう。同じく全部掛け使います。2x2 乗、ちょっとまとめますね、これは。マイナス6とマイナス4だから、マイナス 10x。で、プラス12と。これにかける3とこうなります。だから3を分配法則するんで、3を配ってください。なので、6x2 乗マイナス 30x。ちょっと数がでかくなるね。プラス36です。で、全部右辺に持ってってまとめましょうか。まとめると、4x2 乗の6だから、マイナス 36x。プラス32か。で、イコール0ですね。で、これ全部を4で割ることができるので、4で割ると、x2 乗マイナス 9x プラス8イコール0です。で、因数分解して、x マイナス8と x マイナス1。まあ、冬季講習中にもね、似たような問題出てきましたが、こういう問題が因数分解出てきたら、かけてマイナス8のコンビを探します。おい、プラス8。かけてプラス8のコンビ。かけて8になるのは、8×1 か、マイナス 8×-1、もしくはマイナス 4×-2 か 4×2 ですね。このコンビです。で、このコンビの中で、足してマイナス9になるコンビ。いいね。かけてプラス8。かけてマイナス9。ん?違う。かけてプラス8。足してマイナス9になるコンビっていうのは、マイナス8とマイナス1。このコンビです。足したらマイナス9になるからね。だからそれをカッコに入れます、ここに。で、これを解くと、x イコール8と1なんです。でも、もしこれ縦の長さね。縦が1になってしまうと、これが作れないんですよ。2センチ短くすることができないでしょ。だから、答えとしてこれはありえないので消します。だから、最終的に使える答えは1個。こっちの8センチメートルが答えになって、これで終了となります。まあ受験に出てくる文章問題っていうのはやっぱり長いものが多いです、こういう感じで。で、長い問題を作る意図としてはもちろん難しくしようっていうのもあるんですけど、パッと見た時にその受験生のやる気を削ぐんだよね。ああ無理だと思うみたいな。でも確かに今回はまあ図を書いて計算式はそんな難しくないんですよ、実は。だって長方形の公式しか使ってないからね。そう、ただ計算ちょっとめんどくさいけど、でもできないことはない。でもできないことはない問題を、あ、どうせ難しそうだなって言って諦めさせようとしてる。それに乗っちゃダメだよみんな。この問題だけじゃないけど、受験本番で絶対ちゃんと粘る。で、それは普段からの練習、みんなの受験勉強してるワークとか問題集で構わないので、そこでも同じようなモチベーションで行くのね。絶対これは簡単にできてるはずだと思って戦ってみる。で、そうやってみたら実は答えを見た時にすげえ難しいじゃんってこともあるんだけど、でも蓋を開けてみたらやってること実はそんなに難しくないんだよねってものも結構あるので、いいかな、あんまり先入観にとらわれないように、難しそうだなっていうふうにあんま思わないようにして、ぜひチャレンジしていってください。ではちょっとね、長くなりましたが2番いきましょう。角度の問題ですね。で、まずこの問題なんですが、ちょっと上を一回省きます。復習したくてね。平行な線が2本あります。で、中でこうやって折れてる問題が、これすごく有名な問題ですね。で、このやり方は大きく分けて2パターンあって、ここに補助線を伸ばすか、このとんがったところ、頂点の部分に同じく平行線を引くかのどっちかです。これはどっちでやっても構いません。おそらく好みが分かれます。で、自分はこのとんがったところに線を引く方が好きなので、今回もそれで
解説していきますが、もちろんさっきやったように、こっちに伸ばしても構いません。まあ、どっちでもいいんでね。で、角度の問題に関しては、もちろん、パッと見たときに、あ、ここ出して、ここ出せば、X 求められるから OK と導きられればそれで OK です。ただ、やり方がパッと出てこないときは何するかっていうと、とにかく分かる角度を埋めまくってください。埋めまくる。分かる角度をね。で、例えばこの問題だったら、ちょっとこれ、ここまでやんなくていいんだけど、上三角形です。三角形の中は180度って分かってるので、合わせて50使ってるでしょ。だから180から50引けば、ここ130ってすぐ分かります。で、その隣だから、お隣さんは180から引くので、ここ50も分かります。まあ、この内角2つ足したらこの50って、それ使ってもらって構わないんだけど、本当はね。で、ここは50って分かるから、ここも対頂角で50です。反対側だから。で、こうなると、もうもらったなんですよ。なんでかっていうと、ここに線引きます。平行線が出てきたときは、もうだいたい 120% って言っちゃうほどいけないけど、だいたい錯覚か同位角を使うんですよ。まあ、同位と錯覚の方が多いけどね。で、錯覚っていうのは、錯覚の Z、錯覚の逆 Z、アルファベットね。Z とか逆 Z って自分言うんですけど、平行線があります。ここに、Z が今できますよね。Z の尖ってるところが錯覚の関係なので、同じ角度になります、今。ここが50度だから、こっちも50度なんです。ってことは、今ここ消えちゃったけどね、ここ110だったんで、下は、110から50引いて60になります。そしたらもう一回です。今度は逆 Z。ここね。アルファベットの逆 Z ができてる。その Z の尖ってるところと尖ってるところは同じ錯覚関係で角度が同じだから、この答えは、60度でしたと。これですぐ出すことができます。いいかな？まあ、解き方の一パターンとしてね。覚えておいてください。別のパターンもたくさんあるからさ。では次です。この状態で求めていきます。で、まあ、こうやってね、三角形 ABC は正三角形でわざわざ書いてくれてる。なんで書いてるかっていうと、これ使えよって言ってんの。使う必要がなかったら書く必要なんてないんだから、正三角形って。で、角度の問題で正三角形が出てきたら、正三角形、外ね、の、ここの角度が全部60度です。正三角形は。ここも60だし、ここも60だし、ここの全体も60度。ってことがわかる。じゃあ、あとはわかる角度どんどん埋めていこうと。で、例えばね、ここの角度が出せます。三角形2個わかってるから、上の三角形で考えれば出せるし、で、その後こことかいろいろ出せていけるんですけど、一番最短ルートで行くんだったら、おそらくこっちかな。ここ。77の隣です。お隣さんは180から77を引きます。つまりこれは103度。こうなりますよね。で、この、ここの三角形。こうです。ここの三角形38と103が分かったんで足すと141ですよね。で、180から141引くと39なので、ここの角度が39度なんですよ。ここが。もう X ね、もらいましたよね。全体で60度って分かってるから39を引いてあげれば X が出てくる。つまり、X は21度となって、これで終了となります。まあ、こんな感じで、ぜひね、やってみてください。では、今回はね、3問やらせてもらいました。ではね、今日も朝からね、見てくれてる方多分いらっしゃると思うんで、本当にありがとうございました。それでは皆さん今日も頑張っていきましょう。